からつけてみて。おお、ちょっと、なんか記憶が流れ込んでくる。え？言ったでしょ、指輪はリフレクターと力を共有するって。それはつまりフラグメントの記憶も統合されるってことだよ。あくまでフラグメントの記憶だから一部分だけだけどね。共有されるって、まさか。ああ、白井ちゃん、やっぱり魔法少女だったんじゃん。やっぱり、このままじゃ記事にされちゃう。アコ、そのことなんだけど。大丈夫、記事にはしないよ。本当？だって白井ちゃんには助けてもらったし、友達だからね。秘密にしておくよ。ありがとう。けど魔法少女なんて本当にいるんだね。そんなファンタジーな存在がいるなら、私がジャーナリストになるくらい全然普通だし、お父さんも説得できそうだよね。ジャーナリストになるのが夢だったんだ。別に安泰されるような職業でもな。フリーの記者になって特ダネをバンバン取っていくの。それは普通に反対されるよ。そういえばアコのお父さんって厳しそうな人だったよね。結構お堅い仕事してるの？別に仕事自体は固くないかな。あ、いろいろ上下関係とかは厳しいみたいだけど。この人だよ。ん？これって昨日ニュースになってた大物歌手の。って、え？うん、私のお父さん歌手なんだ。着信ないかな。